皆さんこんにちは、葉月光栄です。たまきです。葉月ナッショウ with TT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 T
ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日はですね、あの5の5の5のね、サイクルの話で、はい、5の5だけじゃないんだよみたいな感じで終わりましたけども、うんうん、まあね、たまちゃんがまあこのお誕生日で5の4になるということでですね、はい、これちょっと衝撃発言になるかもしれませんけども、実はですね、うん、5の5よりもですね、うん、この5の4の方が実は大事だったりするんですよね。へえ、まあ、そう、あ、そうなんですね。この4、だから私の誕生日、まあ、うん、そう、っていうかね、あのね、僕的にはね、456がね、一塊なんですよ。だから、あの、もう、こっから始まるのよって感じ。4からもう5の5が始まっていく。だからもう、5の5になった時は、もうなんか、遅いっていうか、本番っていうか、もうね、あの、これが、このサイクルが分からない人は、もう勝手にそうなっちゃうから、本当にすごい翻弄されるかもしれない。でも分かってる人は準備ができるから、やっぱりちゃんと糸を放って、その準備を4の時にしとかないと、5がその思ったより、あれ何もなかったみたいな感じになっちゃう。分かる気がする。分かる気がする。そうなんですよ。だから、あの、知ってる人はね、それはやっぱ意識した方が本当にいいと思います。で、もちろんね、その5の5だから何年でもかんでもやればいいっていう話ではもちろんないんだけども、やっぱりその、こう、その伏線は必ずこの5の4の時に出てるはずなんですよ。そのなんかヒントっていうか、こういうふうに変わるんだろうなとか、こういうことがあるんだろうなっていうかね。だからそこをやっぱり意識した方がいい。だ、それ結局その5の5の時にタマちゃんが何をしたいかっていうのがやっぱりその伏線になるから、ね、これあの5の5っていうのはその人生の要は折り返し地点なんですよ。はいはい、ちょうどこう半分っていう時なんですよね。で、これがライフローチャートっていうのがありまして、このライフローチャートっていうのは、そのそれぞれの運命数ごとによって9種類に分かれてるわけね。で、ちなみに例えばタマちゃんのライフローチャートでいくと、あ、これタマちゃん年分かっちゃうけどいいの？バレちゃうじゃん。バレちゃうじゃん。いいんですか？いや、いいんですよ。俺はいいよ、別に。何の問題もないよ。事務所的に俺はよくわかんない。事務所。どっちがタレントやってる。年がバレたらまずい年なの。まずくないっすね。もういいんじゃねえの、別に。いいんじゃない？はい、これがね、あるかな、これ見えるかね、こういうチャートになってるんですよ。この真ん中に書いてある数字は年ね、その人の年齢、満年齢なんですけども、これがたまちゃんの、まあたまちゃんのっていうか運命数2、もしくは11の人のライフローチャートなんですけども、そうそうそう、これのその5の5っていうのはこの第5ステージの、見えてないです。第5ステージのライフサイクル、あるこの第5ステージの、サイクル5の年っていう、このそれを5の5と呼んでるんですね。見えないかな、ね、はい、ね、でタマちゃんの場合だとそれがね47、8、何歳なの私、48歳、8、8、見えない、よく言われる。見えない、吉田さん25かと思った。それ言い過ぎです。言い過ぎですね。はい、分かっております。すいません、はい、茶番です。茶番でした。はい、そういうふうに言われてますけど、はい、そこで要は人生が大きく切り替わるっていうか、まあ、後半に入るってことね。前半後半みたいな感じで、もう本当になんかサッカーで言ったハーフタイムみたいな感じで、ここで本当にこうガラッと変わるんだよと。まあ、あのサッカーで言うと本当に攻める方向が変わるでしょ。はいはいはい、はい、ハーフタイムでね、本当にまさにそんな感じ。今までこっち攻めたって思ってたのに、もうその子の5の5を過ぎると、あ、全然今度こっちだったみたいな風に変わっちゃってもおかしくないような、そういうタイミングなんですよ。なるほど、分岐点、ね、分岐点。だからそこの意図するのはすごく大事なことなんですね。でもそれは実はもっと、もっと言えば5の1から始まってるのね、伏線が。5のステージが始まった時に種をまいてるから、それがだんだんここで芽が出てくるっていうか、現実化してくるっていう話で、それがもう目に見える形で5の4から始まる話なんです。
だからあのそれはね、タマちゃんはこの5の5に入るっていうのは分かって言ってるわけだから、うんうん、あのやっぱり意識した方がいいですよね。ですよね。何したいの、うん、5の5から。へえ。何するの5の5でしょ、48でしょ、うん、宣言しといた方がいいんじゃない、ここで。あ、なんかでもちょっとそれはなんか、うん、女優デビューしますとか例えばね。でもなんかこう自分の中にとってはありえないっていうか、こうなんていうか、まあそうだね、まあまあ、あのようなことを想像っていうか、こう意図すること、そうね、そう、そうそうそう、あのありえないことでもいいし、やっぱり自分がずっと思ってたことでこれにぜひやってみたいっていうことでももちろんいいんだよ、うん、ただやっぱりその面白いのは、そういうのってね、うん、あのそれはあのゴールじゃないの、決して。うーん、単なるきっかけ、はいはい、だからそあの例えば、まあ、僕だったらその映画を撮りたいと思ってたけども、実はその映画っていうのが決してゴールじゃなくて、その先にまた何かあるっていうことが往々にしてあるから、うん、だからいいのよそれは別に、うんうん、でもとりあえずそこに向かわないとその先がないわけだから、うんうん、とりあえず今タマちゃんが思ってるもので全然いいと思うんだけども、うん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 、だからそれは何なのかな、何なんでしょうね。なんかそういうことはちょっと苦手だな、意図することって苦手だな。まあ直感の人だからね。そうですね。あのまあいいけど、うん、いいんじゃないの、なんかね、うん、来年嫁に行くとかね。それはありえないな。ありえないな。ね、何が楽しい？何が楽しい？してよくわかんないですよね。あ、でもそれあるかもしれない。このまで嫁。嫁。嫁に行く、それ衝撃やね。ね、衝撃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 。まあまあいいんですけど、でも5の4からまあまあ もちろん、まあ、5の1から始まるんだけれども、はい、やっぱ5の4のこの誕生日を迎えたその4のこの1年準備、準備が大事。大事で、5の5がまあ本番なんだけど、その後にちょっと遅れて6から出るっていう場合もよくある。だから4、5、6っていうのは一塊で見た方がいい。なるほど。で7になるともうちょっと違うのよ、うん、もう大体もう曲がって大体結果が出てるはずだから、うん、7まで来ると、うん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 、で7、8、9でまた一塊で、それが終わって今度は自分の方向性が決まるわけね、うん、大きな流れが、はい、でその後今度第6ステージに入ると、それを今度家族とシェアしていくっていう時期に入ってくるわけ、うん、自分は決まった、でも家族はどうするみたいなことが今度第6ステージに入ってくるっていう、そういう流れですね全体に。で僕で言うと、うん、これ僕のライフローチャートなんですけども、見えるかな、僕はですね、43歳の時にその5の5を迎えてるのね、うん、でここで何があったかっていうと、ここでね、僕ね、作家デビューしてるんですよ、うん、商業作家として初めての本出したのが43歳なんですよ。それでも意図されたんですか？いや、まあ本は出したかったからね、うんうんうん、本は出したかったから、でもどんな本を書くかっていうのは全く決まってなかったんで、その当時ね、うん、あの僕はもともとやっぱり小説家になりたかったっていうのがあったんで、小説と思ってたんだけど、まさかあの占いの本を出すとは夢にも思ってなかったって感じです。はい、一番初めバースデーナンバー占いっていうやつなんですけどね、全然売れなかったんですけどね。でもここまで、それでもう今85冊とかになっちゃったから、そんなにたくさん書くとも本当に思ってなかったし、作家として食べていけるとも思ってなかったし、でもそれが今こう振り返ってみると、もう本当にこの43歳後のもの時は分岐点だったなっていうのは非常によくわかりますよね。ってことは今からも何年前ですかね。16年ぐらい前。16年で85冊書く。そうそうそう、それぐらいですよね。すごいっすよね。だいたい1年5冊ぐらいのページペース。へー、一番ねたくさん書いた時にね、1年で15冊ぐらい書きましたからね。1月に1冊以上。以上、月刊誌より多いみたい。へー、すごーい。ねえ、でもそれが。タマちゃんも書いてみる？絶対無理、もう絶対無理。本気の無理でしょ。なんでそんなに嫌なの？いや、もう嫌だ、もうまずもうボキャブラリーが少ない。少ないね。もう書けない、なんかね、続けることができない。それはまあ関係ないけどね、ボキャブラリーは少ないね。そう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 、それぐらいしかないからね。そう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 いじるよね。でも私にはサッカーは無理ですけど、でもなんかそれもやっぱりこうね、得意な人っていうか、うん、
まあ、不得意じゃないですけど。いや、別にそうしたら11の人なんか文章書けないみたいになっちゃうから、そんなことないですよ。そうですかね。全然書けますよ。あの、うん、要は、あの、タミさんの場合は、喋、うん、ったことを誰かに文字を起こしてもらったらいいと思う。だから自分で全部書こうとするんじゃなくて、うん、本当にチャネラーさんだから11ってね、その喋ってるものをちゃんとこう、誰かに書き起こしてもらうとかいうふうにすると、全然書けると思いますよ。はい。まあそういうことでね、その5の5っていうのがやっぱすごく大事なんだけど、でも5の5だけにフォーカスするんじゃなくて、やっぱりもう5の1ぐらいからあの始まってて、でこの4、5、6というこの3年間ぐらいで見ていくと、大体自分がどっちの方向に大きく舵切ったかなっていうのは多分わかるはずなので、ここはね、皆さんぜひちょっと意識していただけるといいんじゃないかなというふうに思います。楽しみです。よりなんかちょっと楽しみになってきましたけども。そうですね、はい、ね、あの質問も、ね、あのせっかくなので、あの、まあ、たまちゃんと僕って2人で喋ってるだけじゃなくて、ね、まあ、なんかね、見てる方たちからね、そうそうそう、見てご覧いただいてるね、あの皆さんからなんかご質問あれば、うん、こんな聞きたいですとか、葉月さんにこういう質問 ありますとかね、たまきさんにこういう質問ありますとかいうのがあれば、うん、ぜひあのご質問も受け付けたいと思いますので、うん、どしどしお送りください、はい、ということで今日はさっくりこのぐらいで。そうですね、はい、だってこれ毎日なんでしょ。そう、毎日毎日なんですよね。ハードル高い。大変よこれ、本当に。こんなのでも見てくれるんですかね、こんな、こんなトーク見てくれるんですかね、皆さん。まあいいんじゃないの、自分たちが見て楽しければそれでいいんじゃないですか、ね、それ先生だけですからね、楽しいの。本当好きですもんね、自分の動画見るの大好き。好き好き。まあこんな感じでね、はい、よろしくお願いします。ではまた明日。ありがとうございます。